年で30年になります。そうですね、父親の代から継いで自分が来て8年9年ぐらいですね。小物のケーキから、バースデーケーキで、焼き菓子は小物の1個ずつからもありますし、それをギフトセットにしたものもあります。あとはご注文いただけるウェディングケーキとか、そういうのも対応しています。一番人気はやっぱりギフパイですね。ギフト用にも、あのご自宅用にも皆さん買ってっていただけるのと、あとはこうキャラクターを描いたデコレーションケーキなんかはもう今すごい人気で、似顔絵とかそういうのを描いて作ってます。父親の代の時からですけど、生クリームとかもあんまり甘さ控えめでやってるので、まあ、食べやすくてまたもう一個食べたいなって思えるようなやつを作っていけるようにしてます。お客様に喜んでもらえる時ですね、ケーキ渡した時はすごいとか言ってもらえたりとか、また買いに来て、あの時美味しかったからまた来ましたって言っていただけると嬉しいですね。うちも30年前はここの通りも、まあ、やっぱ小島電機さんとかぐらいしかほとんどなかった時代だったらしいんですけども、まあその時にたまたまここのとこが空いてて、で守谷がこれからどんどん発展していくんじゃないかっていうのを聞いてここにしたっていうのは聞きました。ここの店がもうオープンした時から自分はちょうど1歳とか生まれてすぐだったので、あのおんぶされながら接客したりとか、うちの母親がもうずっとここに店と一緒にいました。守谷生まれのものだと、いちごのシーズンの時はサンモリアさんのいちごを使って、まあ、ショートケーキ系いちごは全部シーズンの時はサンモリアさんのいちごを使ってます。あとはそのシーズン中のいちごを冷凍しておいて夏場にかき氷をやったりとか、あとはブルーベリーとかちょっと守谷の蜂蜜とかを使ったケーキも季節ごとにそのものが取れた時に作って販売したりして、今来ていただいてる常連様はもううちの父親の代から来てくれてる人もいっぱいいますので、でその方のお子様とか、あとはこれから守谷に移住してくる方がまたどんどん知っていって使っていただけるような店になっていく。